はい、皆さんどうも、水太郎です。マリオテニスゲームキューブ実況プレイパート2です。前回は普通のエキシビジョンマッチと、ギミックコートをちょっと見せました。トーナメントに関してなんですが、まあその名の通りトーナメントなのでいいかなと思います。で、今回はスペシャルゲームをやっていこうかなと思います。で、スペシャルゲーム、あ、意外だったな。こんなにあったっけ。俺3つぐらいのつもりだったんですけど、ペイントとメカクッパとなんだろう、なんかかなと思ってたんですが、意外とあったな。じゃあペイントテニスをじゃあやりましょうか。マリオとかルイージ、リリックとか、いろいろありますね。じゃあマリオやります。で、ペイントテニスなんですが、塗り絵のようにマリオが、まあ、こうやって白紙で出てます。で、横に土管がありますね。あそこから、今白く光ってるので白い玉が出てくるんですけど、それをあの壁に当ててマリオの絵を完成させるっていうゲームになってます。で、左赤なので、で下にこの正しい色のあれが出てます。で、結構両方ポンポン出てくるん でロブとかも使いながらもこうやってやっていきます。で、白はあとなんだ、ちょっと音聞いてもらえばわかるかと思うんですけど、これこうやってすごいことになるんで、あと白どこだ、あ、目か。こうやって結構出てきたりするんで難しかったりするんですけど、目に当たんねで、音があのいい音が出ると正解なんですけど、違うあれだと、あ、こうやってちょっと これは重なったりするとですね、あれ俺白当たってなかったっけ、隣のやつにちょっと重なったりして全然狙ってないやつが行っちゃったりするんで、今をログしたかったのにその前のやつに判定があったりして、意外とこれは難しいです。ほら、なんか全然想定し自分と想定外のところに行って振ってしまうので、どうしよう、時間かかりそうだったら倍速とかかけます。やっと終わった。難しかった。まあ、多分倍速かけてたと思うんで、まあ、こんな感じがペイントテニスでした。さすがにこれ全部やるのはきついな。じゃあ次のゲームに行ってみたいと思います。違うの使うか。パータパータ。じゃあ次、お化けバスターですね。ドキドキお化け3分2分以内。まあ、2分これぐらい、これぐらいがちょうどいいんじゃないかな。で、多分これお化けに当ててるゲームだったと思います。なんだろう、パタパタのマークついてるやつ、点数が高いのか。で、これ多分出てくるやつを早く当てないとこっちに帰ってくるとか、帰って攻めてくるから、多分それをなんだろうてか難しいな、このゲーム。普通にこうか、これで多分飛び出てた方が、なんか次じゃあ今度試しに突っ込んできたらちょっと食らってみましょうか。これログ打つとパタパタじゃ届かない。ちょっと試しに、あー、やっぱ硬直しますね。追っかけてきて、これいつ消えるんだ、あ、消えた。追っかけてきて届かないんですけど、これクリアできるのかな。一抹の不安が、意外とこれも難しいですね。割と速攻で全部クリアできるんじゃないかなって高く食ってたんですけど、そんなこともなかった。あ、なんか
あ、これが弾の軌道に入るとなんか今消えましたね。これライジング気味でロブ打つときはライジング気味でかわさないと。でなんか今これがライトの役割をしてるんだか知んないんですけど、持ってくるあれがこれの直線に入ると消えましたね。まあ壁打ちテニスですよね。マリオアドバンスとかゲームボーイとかで壁打ちあったと思うんですけど、めっちゃ経験値を稼ぐために。そしてですね、これクリアできないくさいな。クリアできないな、これな。あと4秒って書いてあるけど、あ、ダメだった。越せませんでした。という、まあ、こんな感じのゲームでしたと。はい、じゃあ次行きましょう。いちいちスペシャルゲーム戻ってないでやる方法あるかな。俺のこの子のが好きなんだ。ごめんな。社員でビンゴ。社員を揃えてポイントを競おう。じゃあまた2分間で、まあ、じゃあここですね。さっき、まあ、越せなかったんで。というわけで、多分あそこにコートが9分割されてるんですね。で、水の玉を確か、あ、これか。あ、そう、これで下に、これですね。今、スイッチを押して、そうすると水の玉出てくるんで、でそれで、あ、これ、一マス揃えちゃうと、ダメとかだったかな。まあ、水出しながら、あ、二個消しもできるんですね。で、あ、真ん中、今光ってたんですけど、光ってるところが、今だったら手前なんですけど、ちゃんとここ消すとビンゴになるよってのを教えてくれるみたいですね。今だったらど真ん中ですね。なるべくじゃあこれは貯めて、なんか2ビンゴとかを狙った方が、あ、ミスった。これで多分消しとけばよかったんだな。あれ？なんか3つ出たな。どういう時に出るんだっけこれ。で、これで奥も消せ、あ、消せなかった。で、今2個消しとかもこうやってやってって、奥消して、これで速攻で真ん中消せば、ダメ？ダメか。結構これも難しいぞ。下を見ながら、奥も見ながら、同時でドロップショットも使って、で、真ん中揃えて、お、ドルビックニュース出るんだな。マリオサンシャインやったことないんですけど、まあ、実況で見たことあるんで、手前のドローを消せないあなた、BA でドロップショット、BA これですね。どんどん使って得点アップ。あれ3つ出るときってどういうときなんだ。なんかちょっと見てないんですけど、どういうときに3つ出るのかして。お、またちょっと怪しい雰囲気が漂ってきたぞ。ドロップショットちゃんとロール使って、やばい。どん？ほう。間に合った。やっぱこうやってあれか。次のゲーム？あ、ここで持てるのか。まあ、やっぱり1個消えて判定が出るまでに次のやつを消すってのがコツだったみたいですね。ファクトリーファイト、次行ってみましょう。ハンデ10ポイントの中級モードです。なんだこれ。これは関係ないかな。じゃあ、ハラペコワーマンってやついきます。で、これはなんですけど、目の前のワンワンにボール食わせます。で、その点数を競うわけなんですけど、あ、30ポイントって、こっち30ポイント負けてんな。で、ボム兵来ると赤くなったと思うんですけど、で、今水来ましたね。で、水来ると、ワンワン1段階下がります。で、赤い段階でやられると、こうやって、赤い段階でボム兵食らうと、ワンワン攻めてくるんですよ。で、後ろ行かなきゃいけないんで、で、これ、コースへの内訳ができるので、爆弾は、隣とか、あ、寝ちゃった。寝ちゃうと、こうやってボム兵で一回起こさないといけないです。で、一回、点数を稼ぐときは、あー、これはダメ。一
いボム兵をわざと自分に食らわすと、この2ポイント入るんですね。こうやって2ポイントになるので、なるべくこういう時の方が点数は稼ぎやすいので、今負けてるから2ポイントでどんどん狙っていかないといけない。でボム兵は横に散らしてって、ボム兵当てて、こうやって2ポイントずつ稼いで、ボム兵は横にやって、まあ、相手のことを妨害しつつやっていかなきゃいけないわけなんですが、あーくそやられた。でこれは A ボタン連打で前に進んで、水ぶっかけの鎮水させの、お願いだからこっちに言ってこないでね、まあ、端っこっていいですよね。精霊祭ぐらいしから飛んでこないし、まあ一応、2つ隣ぐらいまでは飛ぶんで、こうやって今ピーチかなんかにやられたけど、あんまり来ないかな。あーやっちゃった。これ弾を相手のところにやったらどうなるんだろう。一回やってみるか。特に関係なかったかな。それとも今前のところにやっちゃったからかな。あと17秒、もうできればこうやってな、特に何の妨害もなく来てくれればよかったんだけど、いかんな。あ、これもったんないぞ。ありがとう。早く。ハリ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 。あ、どうどう。あー、4点足んない。あー、10ポイントか。まあちょっと足んなかったか。なんか、こせてない率の方が多くて、申し訳ない。13分か。これ4パートぐらい必要だな。じゃあメニュー戻って、次何使おうかな。ヘイホー。何個やったかな。1、2、3、4、5、6、7、8。8個あるのか。じゃあ、4個でちょうどいいんで、ここでパート2は終わります。そうですね、パート2終わりましょう。で、パート3で残りのスペシャルゲームやって、どうしよう、必殺技集みたいなのを最後に取って、このゲームの実況を終わろうかなと思います。ではじゃあパート3でお会いしましょう。さよなら。